世のため人のため世の大観チャンネル、皆さんおはようの世の本町を盛り上げる非公式ミュージックキャラクター世の大観ですよ。今日はね、世の駅で大人気の肉が美味しいランチに行ってきます。このココロさんですね。美味しい焼いていいお肉いますじゃない、美味しいお肉焼いていますとね書いてあって、 A ちゃんがこっちを見ていますが、テイクアウトもあるようでね、こちらにもさっとメニューがありますが、中でもじっくりメニュー見ることできますよ。特徴といたしましては、もう肉肉肉肉肉ということで肉のメニューが多い。私一回この店伺った時満席だったんですが、今日は近くの会社がお休みということですごい空いてました。ラッキーです。いつもはめちゃくちゃ混んでるんで、ランチタイムは外した方がいいと思いますよ。もう一度メニューです。メインはハンバーグですね。ハンバーグと何かをつけるかとか、ハンバーグダブルにするか、あとはポークジンジャーとかステーキがあります。ご飯は大盛りまでが無料です。今日の左利きのランチは、今日私がいただきますのはハンバーグに唐揚げをつけてみました。ご飯はもちろん大盛りです。このボリュームで1050円ということで、スープをいただいていきますが、かき玉も入った美味しいスープです。レモンもあるのも嬉しい。卓上にはごまドレッシングがありますのでね、このフライドオニオンがいっぱいかかったサラダにかけていきたいと思います。サラダも茶色というね、嬉しさですよ。このフライドオニオンがあることでね、コクがあるサラダになっております。さあ早速ハンバーグをいただいていきたいと思います。肉にめちゃくちゃこだわっている感じのすごい美味しいハンバーグです。レベルの高さに驚きました。唐揚げもいってみよう。揚げたてのカリッっていう音聞こえました。さらに熱くてひよとか言っちゃいましたけどね、ものすごい熱々のカリカリの唐揚げ、これはありがたい、美味しいです。しかしね、このハンバーグもめちゃくちゃレベル高いです。ハンバーグは3種類ソースを選べて、デミグラスと和風とステーキソースってあるんですがね、今回はデミにしてみました。デミグラスにすると唐揚げにちょい付けとかもできて、これはお得だ。付け合わせにトマト、キュウリやパスタなんかもあります。世の駅の周りって働いてる人多いんですね。 OL さんとかサラリーマンさんがちらほらいらっしゃいました。次はステーキにチャレンジしたい。私のボキャブラリー不足でまだこのお肉の美味しさ伝えられてないんですが、すごい肉肉しくてね、肉汁とかじゃないんですよ、本当の赤身の美味しい味がするんです。お店のお母さんに肉美味しいですねって言ったら、息子さんが戸田にあるお肉の卸会社で働いているそうで、毎朝いいところを持ってきてくれてるそうです。納得ですよ。だからこんな美味しくて大人気なお店なんですね。私こんな空いてる時に来て本当にラッキーでした。世の駅ってミステリーですね。こんなに美味しいランチがあったとは。まだまだ行ったことないお店あるんでね、楽しみです。最後にはアイスコーヒーのサービスまでありました。心さん、撮影ご快諾&美味しいランチありがとうございます。世の大観は世の本町周辺の美味しいとこまだまだ紹介していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたね。